Hey guys! Hey guys! みなさんこんにちは。何ですかこの顔ぶれは。この顔ぶれは何ですか、喧嘩でもするんですか。いやこの場所、この位置みたいなんで、はい、ちょっと前にね、同じような構図があったはずなんですよ。はい、ありましたね。記憶にも新しい、うん、はい、富水さんがこちらに座っていらっしゃいまして、ヤブ、はい、さんがこっちに座ってたのが、浦田富水さんがチェンジしたという。チェンジしました。具合でございますけども。はい。ああ、じゃあ早速行きましょうか。はいはいはい、お願いします。この前もらっ、したライブで、富水さんが皆さんから質問を受け付けて、それの返答をするというライブがあったと思うんですけど。ありました。その中に1個だけね、はい、海水魚の話題があったんですよね。はい、ありました、ありました。でそれをなんと富水さん自ら僕の方に、魚類の方に譲っていただいたので、それを同じ構図で僕が代わりに回答しようかなと思いまして。なるほどなるほど、はい、じゃあ、質問内容を丸野さん言っていただいてもよろしいですか。忘れました。忘れました。いや、僕は覚えてますよ。覚えてますか。じゃあお願いしますよ。リボンイワシ、はい、という魚が最近見つかったというか、撮影に成功したというニュースがあるんですけど、うん、そうでした、そうでした、思い出しました、ね、リボンイワシについてちょっと教えてくださいというような質問でした。そうでした、はい、で実はね、僕ね、リボンイワシというお魚知ってはいたんですけど、じゃあどんな魚で今、うん、どんなことが分かってんのっていうところまで詳しく勉強していなかったもので、私も申し訳ありません。なのでちょっと調べてきました、うん、で、面白いなと思ったことがいくつかあったので、それをね、紹介させてもらおうかなと思っているんですけども、まずは絵を見てもらおうかなと。絵描いてきました。僕お絵描きしてる。浦さんが描いたんですか、これ。これはい、じゃんじゃじゃん。鉛筆やから見えにくいかもしれんけど、描いたんですね。描いたんですよ、僕。ちゃんと裏紙で書いてますよ。裏紙で書いてます。いいです、節約です。はいはい、これ見えました。見えてます、見えてます。はい、一番上に書いてあるのがリボンイワシですね。これ、今年の1月に、西伊豆で発見されて、ダイバーの方がね、動画を撮影したというお魚になります。で、このお魚の面白いところは、なんといっても特徴的な尾びれの先端から出てるリボンのような、うん、これもこいつの一部なの。そうです。それがまあ特徴的なんですけど、はい、このリボンイワシというお魚のめちゃくちゃ面白いところは、まあ、外見もそうなんですけど、はい、実は外見以外に僕はあると思っていて、はい、なんとこのリボンイワシ、その下ともう一個下に2種類別のお魚を描いてると思うんですよ。そこ、クジラウオとクジラウオ、このね、3種類がなんとね、同種だったと、同種なのではないかという研究が発表されてるんですよね。同じ種類ってことですか。そうです。2009年かな、結構前ですね。それがね、めちゃくちゃ面白いところで、そのまあ深海じゃなくても言えることなんですけど、お魚の中には子供の時と大人になってからで形が変わるお魚がよくいるんですよね。はいはいはい。でそれは深海で特に顕著なんです。でその理由は、まあ、大きなのは深海って栄養がすごい乏しい、生き物が少ないから、子供の時は栄養が豊富な浅いところで餌を食べて、大きくなると深くに戻っていくという生活をしている種類が多いので、はい、まあそれもあるんですが、小さいんですね。小さいです。5センチとか19センチとか。そう。でもリボンイワシ君はリボンだけで70センチあるわけ。そう、最大、この種類だとされていた個体の中で一番長かったやつで、リボンの状態の部分が70センチぐらいあるやつも見つかっています。へー。そう。で、このね、メスとオスって書いてると思う。そうなんですよ、それ突っ込もうと思ったんですよ。このソコクジラウオとされていたやつがリボンイワシの成長したオスで、このクジラウオっていう名前のこのメスってなってるのがリボンイワシが成長したメスということなんですよ。へえ。嘘だ、嘘じゃないですかそれ。また遺伝子のね、遺伝子解析とかもされて同種だったとされているんですよ。でこれ面白いのが、オスとメスで全然形態違うんですよね。うん、で上がなんか羽
鳩三郎で下が旅三郎顔してそんな大きさ違いますね、うん、顔がそんな感じ。で女の子はねめちゃくちゃ口でかくて、うん、ちょっと大きいんですけど、オスは口ちっちゃくてめちゃちっちゃいんですよね。ちっちゃいわ。でこれ小さいだけじゃなくて、なんとね餌を食べないんですよ。餌を食べない。そうなんで食道とか胃がないんですよこいつ。あらあら。どうやってエネルギーを生産してるんですか。そう、それは子供の時に餌をたらふく食べて、大人になってから食わなくてもいいようにその子供の時にたくさん食べたエネルギーを全て肝臓に蓄えてるんです。なんで本来だったらその他の消化器官とかが収まってるこのお腹の中に巨大な肝臓と生殖器官しかないんですよこいつは。へえ。なんでこれまでも見つかってたやつ、このソコクジラオブとクジラオブが全部成熟したオスだけ、成熟したメスだけっていうので、こいつも、生殖機能がまだ発達しきってないやつしか見つかってなかったです。だからそもそもこいつらがこの状態、メス、オス、子供の時しか見つかってないから、そもそも不思議がられてたんです。で遺伝子解析したらまさかの同種だった。え、じゃあリボンイワシっていう魚いないってことなんですか。そうです、いないんですよ。そうなの。そう、リボンイワシはクジラウオの子供で、そこクジラウオはクジラウオのオスなんですよ。なるほどね。で、あのもう視聴者の皆さんがめちゃくちゃ聞きたいことがあると思うんですよ、うん、そのビロビロの70センチのリボンはどうなるんですか。離脱するんですかそれ。いや、これがね全然解明されてないわけなかったんですよ、その文献が。少なくとも僕は探せなくて、なのでまあ推測なんですけど、おそらく外敵から見つかった時にこう切り離して身代わりにできるような部分として使ってんのかなっていう水族です。リボンイワシ自体の大きさはその70センチ、もう こんなもんです。数センチ、数センチに70センチのビロビロがついてるってこと。あ、そう、最大でも。で、西伊豆で見つかったやつはリボンとか含めてももっとちっちゃかったはずです、ね、あ、そうなんや。そう、あの正確な大きさとかはか、あの情報としてはなかったですけど、カメラとの距離感とか大きさ見てる感じ的にはめっちゃちっちゃかった。へえ。不思議な生き物がおるね。不思議な生き物なんですよ。だからまあこれまでもこんな感じで、あの同種とされていたやつが別種になったり、別種だと思ってたやつが同種になったりっていうことはよくあるので、まあこういうのが知れる大きなあのきっかけにもなったかなと思いますね。でそういうのが僕は面白いなと思いました。リボンイワシです。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。大変勉強になりました。いや、富水さんにとってこの回答がどうなるか分かりませんが、ちょっと震えながら解説してました。そうそう、大丈夫かな、大丈夫かな。そういう文献もちゃんとあったってことですね。そうです、文献もちゃんと読んで勉強したりしてるから、こういうことなんですね。へえ、非常に面白い生き物の解説ありがとうございました。面白かったです。こんな感じでした。はい、はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあリボン。